こんばんは。 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部芳正です。こんばんは。 MC の寺田由紀です。そして今宵も素敵なゲストに来ていただいております。菅原靴店の菅原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、はい、今日もね、たくさんアイテム、これをねドドッと紹介していただくんですけど、うん、その前にちょっとお二人にコメントお答えしてもらいたいなと思うんですけれども、はい、これ前回誠さんが出演してくださった回に入ってたコメントです。いつも楽しみにしています。ありがとうございます。質問なんですが、シングル文句とダブル文句の使い分けやコーディネートを教えてほしいです。なかなか難しい質問ですね。ショートヘアが好きかロングヘアが好きか。まあそうですね、あとはシングルベッドかダブルベッドかっていう、ね、そうですよね。じゃあ僕はキングが、キングベッドがいい。こら、僕はあの2人で近く寝る方が好きなんで、ずっとこう枕に寝てるタイプなんですよね。おい帰ってこい。シングル文句とダブル文句です。どちらかというとやっぱり文句ストラップがついてるっていうと、今まではどっちかというとちょっとカジュアルなイメージがあったんですけど、10年前ぐらいにイタリア人が結構ダブル文句の一つ、ベルトを外しながらスーツに合わせるとか、こうちょっとこう外しをね、あのやる時があって、その時にダブル文句ってバーッと出てきたんですけど、シングル文句は本当に昔のイギリス靴からアメリカ靴、イタリア靴でもシンプルでプレーンというのタイプがまあより出てたんですけど、また今そのシングル文句がちょっと復活しつつあるっていうのはあるんですけど、もともとその文句ストラップの文句っていう言葉ってどこから来てるかっていうと、修道士なんですよ。ギリシャのね、こういう岩の山の上とかに修道院があって、修道院に入ってそこで暮らしてる、まあ、人たちのことを文句と呼んでいて、その人たちが履いていた、それがどん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 形態が変化していって、あの文句ストラップになってたと。だから最初はシングル文句、ダブル文句はシングル文句のルーツから来てるという話もあるし、もう一つはミリタリーブーツから来てるという話もあるんですよ。本数が少ない方がやっぱりドレッシーなのかなっていう気もするし、そうですね、なんかこう見えてる部分が、まあ、多いじゃないですか。そうですね、だからどう履き分けるっていうのはちょっとなかなか難しいんですけど、例えばですけど、ああいうローファーの中でもビットローファーとか、なんかタッセルローファーとかあって、それこにダブル文句シングル文句が入ってきたら、それらのアイテムと比べてカジュアルとかエレガントとかはあるじゃないですか。そうね、はい、そうね、だけど、シングル文句ダブル文句はもう2つとも同じって考えていいってことですか。いいかもしれない。順番でいくと紐靴があるじゃない。紐靴あります。でローファーがあるじゃない。うん、ローファーあります、ね、その間ぐらいじゃないの。そうですね、エレガントにもカジュアルにもどっちにもいける位置にいるのがその文句君。まあこれは大まかに言えば部類分けだよっていうことだけ覚えとけば、あとはもうご自由にどうぞ。そうね。ただ、はい、やっぱりアッパーの形とんがってたりとか、そのエッグトーだったりとか、あとソールがレザーだったりラバーだったりすると、またシングル文句でもダブル文句でも全然違うんですよ。そっか、シングルかダブルかを気にするのではなくて、素材とかのカジュアルさ、エレガントさで選べばいいってことですか。ということもあると思いますね、ラバーソールでパラブーツさんなんかとか、カジュアルの合わせる靴っていうのが非常に出てるので、まあどんどんそのカジュアル化が進んでるので、いろんなスタイルとしてはありということですね。シングルでもダブルでも、まあ、今日はガーターベルトを片方にしようかな、両方つけていこうかな、いいですね、みたいな、そんな感じですよ ね。すごくちょっと今想像ができました。まとめました。はい、じゃあそれでまとめにします。はい、では、はい、本日の内容に入っていきたいと思うんですけれども、はいはい、今日はですね、またあの毎年のように、菅原別注祭りということで、別注祭り。まず何ができます？やっぱり、まあ、下半身講師で撮ってますので、靴からいこうかなと思うんですけど、まあ、今回もですね、試行錯誤して、新しいブランド見つけてきたんですよ。ファビアノリッチっていう、ファビアノさんっていう人が作ってるんですけどね、ローファーと紐靴なんですけど、このローファースニーカー、まあよくあるローファースニーカーなんですけど、なんと、ストレッチレザーなんですよ。うわ、すげーこれ。ほらほらほら伸びてる。わ、すごい。ハイテク系ナイキとかアディダスとか、ああいうスニーカーではウーブンタイプとか、こうメッシュになってるやつで伸びるのもあるとは思うんですけど、ね、レザーでこの伸びるってなかなかないんですよ。ちょっと履いてみようかな。履いてみてください。いやらしいなこれ。めっちゃ歩きやすい。これ雲の上歩いてるみたい。すごい。ストレスゼロですね。そうなんですよ。
履いてるじゃないですか。そうそうそう、僕も履いてるんですけど、脱ぎ履きが楽なんで、もうね、こうやって靴べらも今なくてもズボッと履けちゃうんで。普段43なんですけど、はい、これサイズいくつですか。43です。ちょっと大きく感じるので、これハーフサイズ展開ですか。39、40、41、42でもいいかも。伸びるから逆にいつものサイズだと大きく感じちゃうんですね。大きく感じるかもしれない、うん、これソールもめっちゃ軽くないですか。そうなんですね、これね、ビブラム社の一番新しいソールで、ウルトラライトソールって、ね、軽いし、しかもフレキシビリティがすごいし、こんなんですよ。ああ本当だ。で、厚底で、うん、確かにインソールも厚めのインソールが入ってまして、まあ身長も高くなれるし楽だし軽いし。この黒、黒とネイビーとライトグレーです。38,500円。めっちゃ安い、はい、うん。手元に紐もあります。これ紐もあります。これなんかまた素材が全然違います。要はシュリンクレザーっていう型押しをした牛革なんですけど、はい、これもこのシューレースをゴムにして、レースがゴムだ、これすごっ。え、本当だ。ここを掴めばそのまま履けちゃうんですよ。どうですか履き心地。これも履き心地めちゃくちゃいいですね、うん、サイズ感はいかがですか。これちょうどいい気がしますね、うんうん、いくらですかこれは。こちらは同じ値段ですね、38,500円ですよ。これもね、代理店さんがいないのでこのお値段で出せるんですけど、うん、そしてまだまだ後ろにかかってます、ね、そうなんです、はい、次はもうおなじみ、はい、エンメティです。エンメティ、エンメティの別注を作ったんですけど、はい、0.7 ミリのナッパチェラータ。ここがボタンになってて、はい、有利のボディで、うん、A2 を作ってみました、うん、襟付きタイプ。そうなんです。 A2 っていうのは襟付きタイプですね。 A2 のミリタリーブルゾンに近い、まあ、シングルライダーですね、襟付きのね、はいはい、うんうん、一応ジップはガンメタンしまして、有利に比べて背中の部分を少しだけ出しました。例えば運転する時とか、うん、こういうのが少し楽です。伸ばしやすいように、うん、はい、それと、袖丈をちょっとだけ短くしました。おー、エンメティね、ちょっと手が長いっていう人もいますもんね。そうですそうです、ね、直す方結構いらっしゃるから、はい、ちなみにこれおいくらですか。137,500円です、まあ、エンメティ価格ですね。そうですね、はい、なるほど。そしてこれがですね、またすごい BR ではおなじみの大人気、僕も今履いてますけど、ジャブスのマサッチョ、うん、素材別注です。おー、マサッチョゴールドっていう方のこの金具がついてるタイプです、はい。そちらになんとロロピアーナのレインシステムっていう生地バンチがあるんですよ。ありますね。うん、はい、要は撥水加工がかかっているので、雨、これからゲリラ豪雨とかの時に防水になっていると。どうしても撥水加工する時にフッ素を使うんですけど、うん、そのフッ素を使わないで地球環境とか人間にも優しいっていう、その SDGs に基づいて作ったシリーズがレインシステム。うん、その中の生地バンチから選んだのが 2way。 これ素材が、スーパー 150S ウールとナイロン、シルク、あとはポリウレタン。シルクが入ってるんで独特な高級感というのが出るんですね、うん、光沢がある。でストレッチ素材、うん、いいですね、張りがあって。これ一緒ですか、はい、それ形で。こっちも形は一緒で同じレインシステムなんですけど、はい、その中のライトフレーム、こちらはウール 150S とナイロンの2社混の混ぜ合わせです。これ同じ黒ですか。ですね、同じ黒なんですけど、こっちの方がシャカシャカナイロンに見えるんですけど、安っぽく見えない高級感があるシャカシャカ。あ、でも想像より薄い感じの、さらっと履ける感じ。ナイロンっぽい方が好きな人はこちらを選んでいただいて、ウールっぽい方が好きな人はこちらを選んでいただければいいかなと。あ、そういうことなんですね。伸びる用と撥水はベースとしてあるわけですね、はい、どっちがいい好きですか。僕は今ちょうどウール見えの方履いてるので、はい、ウール見えの方が好きかなと。小芝さんどうですか。いや難しいな、これスポーティーで行くんだったらナイロン見えなのか難しいですね。あ、なんか白 T とかで真夏になったらこっちでもいいのかなっていう。ナイロン使ってますけど全然蒸れないです。本当真夏の8月7月全然使っちゃう、うん、これも当店のみの別注でございます。ちなみに値段いくらですか。62,700円。高くなりますよね、はい、うん、ウール見えの方は77,000円。おー、行きましたね。いい値段します。これでスーツとか作るとやっぱり、うんうん、行きますね。 20万、30万コースになっちゃう。そんないい素材を使ってるわけですね。そうです、それをあえてジャブスのこのマサッチョで、うん、限定あの数少ないです、うん、なので
多分すぐ買ってください。なるほど、欲しいかと。そして PT、 おー来ましたね、はい、大人気のジップのタイプあるじゃないですか、はいはい、あのモデルってベルトループ付きで普通のタイプじゃないですか、うん、僕はちょっとカジュアルに履きたかったので、はい、ここにトラベラーっていうモデルのウエストをくっつけたんですね、うん、後ろがゴムになってて前にアジャスターがついてて、うん、でこのジップが持ち出しがついてると、持ち出しがついててこっちがジップ、はい、ファスナーがついてるんですね。スーパーミックスですね。スーパーミックスです、うん、ちなみにこれは値段おいくらなんですか？48,400円です。ブラックとカーキ、紐ネイビーなんですね、うん、こっちもね、黒もそう、はい、あ最後にこちらです。星葉さんも夏に、はい、まあ、冬も着てらした、はい、レタードニットでしたっけ？レタードニットですね。ブレブレニット、はい、コトドリにあるバンドリっていうお店さんがありまして、うん、国産のニット工場を使っていろんな、うん、ニットを作ってるお店さんなんですけど、そこの、社長と新しいの作りましょうよっていうのは言われてて、うん、僕もずっと何入れようかなと思って、メッセージね、メッセージをね、そう、でも英語じゃな、なんか俺っぽくないなと思って、うん、イタリア語にしようと思った時に、非常に好きな映画があって、うん、ラビータエベルラ、英語で言うと Life is Beautiful。 あー最高な映画だ。そうめっちゃ泣けるやつです。家族の大切さとか、うん、やっぱりなんか今人間のこう楽しみ方とかを非常に分かる映画だと思って、うん、下半身って入れてもよかった。意味知った時の衝撃強すぎるんで、見えないです、ダメです、それ、うん、でもこのニットの色合いもいいじゃないですか。黒、白、グレー、ビータが人生、はい、でベンラが美しい、字体も昔っぽい、そうですね、ザクザクな字体にあえてここのブルブレの社長がしてくれて、うん、黒には白、そうです、白にはアイスグレー、アイスグレーですね。僕が写真を撮ったのも、はい、誠さんのコーディネート、うーん、そうです。白のニットと PT の方のパンツとこちらの靴と合わせた、はい、シンプルで、シンプルで、いいですね、間違いないですね。ちょっと触っていただくとあれなんですけど、はい、気持ちいいですね、このコットン、ね、コットン100で作ってるんですよ。うん、本当だ、シャリシャリしてる。なんでしょうね、やっぱり夏場は日本はどうしても汗ばむじゃないですか、湿気が多いので、これね、毎日でも洗ってほしい。ニットに入れてソフト洗いしていただければご家庭でも洗っていただける。それは便利ですね。じゃあこれ価格いくらぐらいですか？半袖が27,000円、27,000円で、長袖、長袖が29,000円です、うん、長袖はこの色しかないですか？長袖がグレーとブラックです。誠さんが中に着てるのがロングの長袖の黒ですね。はい、そうです。会話のきっかけの糸口としては最高のメッセージですよね。うん、今日はこういうラインナップの菅原別注祭りでしたが、いかがでしょうか？熱いですね、今日もすごい。最初のっけからこの靴からすごかったですね。やっぱりあと進化させてますね、いろいろね。そうですね、すごいですね、うんうん、はい、ということでこれらのアイテムはどこで買えるんでしたっけ？こちらのアイテムは、菅原靴店のホームページ、もしくは BR モールの中、うん、ラビタエベルラのニットのシリーズだけは弊社と、あとそのコットドリにあるバンドリさんでも購入できますので、その2社でご購入ください。そしてお店もね、仙台店と盛岡店と、はい、はいはい、ございますので、ぜひそちらも行ってみてください、はい、行ってみてください、はい。なんか宣伝しなくていいんですか、菅原さん？確かに宣伝、はい、星葉さんにも出ていただいている菅原バールの YouTube ですね、こういろいろゲストも呼んで、いろんなことができるようになったので、毎週月曜日8時からですね、うん、更新しておりますので、ぜひご覧ください、はい、では以上ですかね、はい、はい、菅原さん、またぜひいらっしゃい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。次回はこちらです。あの人気の PT トリノトータルブランドになったっていう、新しいここに来てモデルが出ました。下カットオフですね。デニムのシルエット変わるって結構大きいから、レザーです。あー、レザーですね。見てほしいのは裏地、これが裏地。トータルブランドになるっていう時に尖ってるなっていうのが、うん、また広がった感じがするよね。今日のラインナップもすごかったね、菅原さんの。スニーカー気になりましたね。欲しいなって思う気にさせるものが非常に多いかな、毎回。しかも新しいブランドだったりとかを見つけてくるわけですからね、うん、個人的にね、今日の黒のスウェードのローファースニーカーってちょっといいなと思いましたね。伸びるやつですね、ストレッチの、うん、菅原さんのところ結構すぐ売り切れちゃうって言ってたんで、うん、はい、欲しい方はぜひお早めにお問い合わせください、はい、じゃあ最後宣伝を。
はい、私寺田由紀ですね。あのナリス化粧品ってあって、うん、なんかそこの解放誌みたいなのが、うん、あの4月から発行されるんですけれども、あのなんと初回表紙を担当させていただきました。素晴らしい憧れの化粧品のですね、あのお仕事を初めてさせていただきましたので、注目しといていただけたらなと思います。はい、あとはですね、あの最新情報はあのツイッター、インスタグラム等出ておりますので、ぜひぜひ皆さんフォローしていただけたら嬉しいです。そして、はい、この BR チャンネル以外に、フォルスタスタイル、そして、ミニマルワードローブチャンネル、キプリスチャンネル、シンプルライフスタイルチャンネル、うん、もう本当に全部チャンネル言うの大変なんですけど、いろいろチャンネルやってるんでそちらもご覧ください、はい、ということで、また皆さんお会いしましょう。また来週、来週じゃないか、 またいつか次回チャンネル登録はこちら。だいぶね、本当にだいぶ上にありますよね。あ、そうか、そうだいぶ上にあります。さっき言ってましたよね、はい、立とうかなあー上だなだいぶ上ですね。じゃあおすすめ動画はどこでしょう。おすすめ動画、もう上でしょ。上です、上です。